6月27日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はレーザースペックル。目標タイムは1分 16.1 秒です。硬いレースになりそうです。門列2レース。予想上位はグローリアスキング。目標タイムは1分 39.2 秒です。硬いレースになりそうです。門列3レース。予想上位はミスフルテ。目標タイムは1分 1.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列4レース。予想上位はスマートセイバー。目標タイムは1分 17.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列5レース。予想上位はトレビアンクリール。目標タイムは1分 3.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列6レース。予想上位はメラビリオーザ。目標タイムは1分 15.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列7レース。予想上位は大勢トリオンフ。目標タイムは1分 3.1 秒です。硬いレースになりそうです。門列8レース。予想上位はインクルーデッド。目標タイムは1分 15.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列9レース。予想上位はブリリアントゲート。目標タイムは1分 16.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列10レース。予想上位はグッデイサイレンス。目標タイムは1分 45.0 秒です。硬いレースになりそうです。門列11レース。予想上位はDSエンス。目標タイムは1分 1.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋1レース。予想上位はフェーバーラッシュ。目標タイムは1分 16.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋2レース。予想上位は北サンセレナード。目標タイムは1分 16.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋3レース。予想上位はバーリフレーバー。目標タイムは0分 59.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋4レース。予想上位はパンディーロ。目標タイムは1分 15.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋5レース。予想上位はセントレガーロ。目標タイムは1分 38.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。船橋6レース。予想上位は墨田勝どき。目標タイムは1分 15.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋7レース。予想上位はホウオウヴィーナス。目標タイムは1分 16.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋8レース。予想上位はメンドロントット。目標タイムは1分 44.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋9レース。予想上位はゲンパチルミナス。目標タイムは1分 37.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋10レース。予想上位はレイジングリバー。目標タイムは1分 15.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋11レース。予想上位はロードグラディオ。目標タイムは1分 13.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋12レース。予想上位はダークモード。目標タイムは2分 23.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。O1 レース。予想上位はマーゴットリープ。目標タイムは1分 45.3 秒です。
荒れる確率の方がやや高いです。大いにレース、予想上位はグラフィア、目標タイムは1分 29.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井さんレース、予想上位はルビープリンセス、目標タイムは1分 15.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大井4レース、予想上位はラジアンドラゴン。目標タイムは1分 16.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。大井5レース、予想上位はベーリングキララ。目標タイムは1分 45.2 秒です。荒れる傾向が強いです。大井6レース、予想上位はウィンザーバローズ。目標タイムは1分 29.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井7レース、予想上位はナックブレッド。目標タイムは1分 15.6 秒です。荒れる傾向が強いです。大井8レース、予想上位は北野デイジョブ。目標タイムは1分 44.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大井9レース、予想上位はピースフルタイム。目標タイムは1分 15.2 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大井10レース、予想上位はゴールドジャッジ。目標タイムは1分 1.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大井11レース、予想上位はイッツソーラット。目標タイムは1分 13.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井12レース、予想上位はドラケン。目標タイムは1分 56.3 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋1レース、予想上位はキャラメルショコラ。目標タイムは0分 54.9 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋2レース、予想上位は南陽レギュアー。目標タイムは0分 56.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋3レース、予想上位は愛太郎。目標タイムは0分 49.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。名古屋4レース、予想上位はクリスプエアー。目標タイムは0分 46.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋5レース、予想上位はノーサンブリア。目標タイムは0分 56.2 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋6レース、予想上位は南国ジャックス。目標タイムは0分 49.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。名古屋7レース、予想上位はシゲルブリー。目標タイムは0分 55.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋8レース、予想上位はエッセンシャリティ。目標タイムは0分 56.1 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋9レース、予想上位は東方ビエント。目標タイムは1分 20.3 秒です。超荒れそうな予感がします。名古屋10レース、予想上位はアンジュール。目標タイムは1分 20.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋11レース、予想上位はコーリンバニラ。目標タイムは0分 45.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋12レース、予想上位はオセアジェネシス。目標タイムは0分 54.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田1レース、予想上位はフライウィズミー。目標タイムは1分 34.7 秒です。荒れる傾向が強いです。園田2レース、予想上位はハワイアンパレス。目標タイムは1分 34.5 秒です。
そこそこ荒れるレースになりそうです。園田3レース、予想上位は馬脅威。目標タイムは1分 32.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田4レース、予想上位は前々。目標タイムは1分 32.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田5レース、予想上位はゴッドホーネット。目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れる傾向が強いです。園田6レース、予想上位はエランフェーブル。目標タイムは1分 31.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はユナピンクゴールド。目標タイムは0分51.3秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田8レース、予想上位はトンカポの。目標タイムは1分 29.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田9レース、予想上位はアニマルボス。目標タイムは0分51.0秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位はおごっちゃま。目標タイムは2分4.6秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田11レース、予想上位はシリアスヒッター。目標タイムは0分 49.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田12レース、予想上位は大神バースデイ。目標タイムは1分 20.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。レッドエンジェル、アルゴフィーオ、フランフィズ、12ヶ月、スマートセイバー、トレビアンクリール、クリーンブラボー、サンデーダイヤ、シャイニングアース、クラウンバド、グッデーサイレンス、ダラちゃん、イナリンクローバー、エンチャント、シンキングファーザー、キングフリオーソ、ミーナティエルナ、ビービーベジェサ、レオアトロポス、メンドロントット、シュバイゲン、ハイガーデン、ブレストレガシー、ライトニングブルー、カールスバート、タイムトラベラー、ジョイスマイリー、マーゴットリープ、北サンユニゾン、ノンストップガール、ワビスケ、ラジアンドラゴン、ベーリングキララ、ナイトストーリー、竹の月光、ペルルセレスト、タルマファイト、マドモアゼルレンヌ、イタリアンゴールド、みんなのアイスラリマー、サザンショア、ゴールドジャッジ、ガンバルちゃん、フジコちゃん、ユードマン、ドラケン、スミソニアン、オルトスラッガー、オブジェダート、白川の関、カイブルーノ、ヨシミツ、グラスファイン、エバーシーンス、北野レジータ、コパのモンテカルロ、ウルスラ、オレオールシチー、ロフティースマイル、エストレリータ、アナベル、クリノビーナス、オーラキー、ペイシャリルキス、バトルレジェンダ、ハッピーティアラ、ピュア光、ナビゲーター、フーライラ、ワンダーハルム、スターインステルス、クレバーバード、ウィーンレベランス、ペイバスク、マーレイン、スターリーソング、エイシンマシーン、マエマエ、ゴッドホーネット、テーオースミス、エランフェーブル、ウェルノーン、ユナピンクゴールド、テンマワンヤ、ミアビルーナ、DSB、NK ジャパン、コスモ大使、ロードボラーレ、ララテロワール、マイネルイージス、ルールメイプル、サトノブラープ、
グッドライズ、スマイルクラーク、バリオ、ジャングルマリサ、山陽帝王、黒いバラ、シンデレラフィット、マーヤボニータ、クイーンサイド、スプリングレター、リトルアーサー、やる気元気勇気、パワーエンブレム、キーパイレッツ、DS エンス、スワンオーキッド、ジーニーボニータ、イカホ、キタサンセレナード、パンディーロ、ユズルハ、エクメディの奇跡、ホーオーヴィーナス、ハピネスマインド、アミスタ、ガーベランクイーン、レイジングリガー、カワイ、レベル4、チュートリス、クラウンスター、キワミーモン、フルーツパフェ、ジャストリアン、ダグウッド、サントグラール、コトブキエース、ローザ、レーニア、エイノスケ、ゴールデンヨシノ、テイエムボニータ、コンジラー、マイネルペルセウス、エンジェルナンバー、ビッコック、サイドシュート、カリグルヌス、ジョーシーゲル、ユーゴー、アンジュール、ビートマジック、クイーンザヒーロー、東方ジェンマ、サンライズサラー、フライウィズミー、スマートチルダー、セイバンキッシュ、アラタマの奇跡、モズクルードラゴン、ベアメイフェザー、オフショアガール、三年 A 組、ジョーパティオ、ドゥグラーン、エルコンドリア、アンアッシ、西野ウィンド、スマートカナートス、ウルカノア、マチェドニア、ミスナンナ、トーセンウィンザー、エムズシップ、ノーサンブリア、オリビア・バローズ、チタイナ、ナスのコウラン、スーパースターマン、フェイトフル、ヤマタケメジャー、グレイブ・ウィザード、レーザースペックル、ディープ・オーキッド、パルミジャニーノ、フェルデンジーグ、メラビリオーザ、ニシケンキング、カリビアンスマイル、ボナフォルトゥーナ、タエセイトリオンフ、テンケイ、テンアリオン、アースハーン、西野架け橋、サクラロワ、ダグフォース、コングラツヤ、セナちゃんの夢、フェイズオブムーン、サリエット、デストカリフ、アナザームーン、エクメディの剣、セントレガーロ、ピッカース、トノカンショー、フェアリーランド、ルリーロ、キューランブラー、エアースタージョイ、フォレストゲート、ジュンクッタラ、フェリアンフォラ、ゲンパチルミナス、ハッピーバレー、ディストピアーナ、ブンロート、ロードグラディオ、エグモント、ワイワイウォリアー、西野シャイニング、シャーク王人、レッドフローガー、エドのテーラー、ウラカン、数の満月、竜のウィザード、スノーシャワー、ベルルート、ライトイットアップ、ビーストロング、デントフレーバー、ユーユースターリー、ラージフィールド、ミトグラフィア、数の池月、ノアピグラス、キャプテンドレイク、ヒロシゲジャック、ダズルクイーン、キャラメルショコラ、サザンレーブ、パイナップルソーダ、ハヤブサ純一、ビズベリオ、ロックマジェスティ、ラブリーセナ、プリンセスツッキー、ダイユーファルクス、スターロード、デッキオカズマ、ミユキアモーレミオ、クリノトンイ、デルマエサミヤシ、ユーメイドマイデイ、名称パンニャ、東方ビエント、スマートアリオン、スキューマパーラ、スターライトブルー、ミストラルウィンド、リアルモンスター、ネオトリニティ、エターナルプライド、ボイテク、ブリリアントギフト、友のコリ、ムニコ、オセアジェネシス、超ワイルド、
ココリ・ヴァルキリー、マーストファクト、ディープ・プレザント、エイシン・ブギーマン、ヨッシャー、サノワン、角のゆとり、エルマニート、レアロケット、ピヨルキ、アニマルゴス、ワキノルーチェ、マイネルサーパス、シリアスヒッター、モーショー、ティロワール、モデルちゃん、エイシンドップラー、キタノデイジョブ、ルコールジャン、アップイージス、ローゼオ、アルベルト、ハクサンマックス、カラードレス、ララグアシラン、ウマキョイ、ゲットユーバック、ルーセントスター、カズノナノリ、マロガレ、ユーアンメリー、ニューグローリー、カレーうどん、ケーリーバンド、ディフイライー、エニアック、アララッコ、アヤメロディー、南国ジャックス、西野フォーリーフ、インターセプト、シルバーステラ、ウィーナーズソング、ジージーファン、パレスゴールド、レーサルシュート、ブルーポキー、サマードリーム、ルナエルフ、キラリメイラード、ホーオープラージュ、コパのキャスター、デルセブンティーン、パクスジャポニカ、バーニングインド、アンジュクレール、モンゲービーナス、クリスプオブオー、南洋レディアー、アーキトラオム、ポメラニアンゴッド、リアルブリージー、バイアステクター、ユーアーマイソウル、パインピーチ、マルアドリアティコ、リスターロッチ、ウルトラピース、バーリフレーバー、バリクパパン、ジーガーオーシャン、マダムホーク、バイアメ、ハガクレヒ、グラフィア、イクノオリンピア、クイーンマートル、ダノンクック。門別第一レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは3番レーザースペックルが先頭に立ちます。その後ろには6番レッドエンジェル、5番マロガレカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番レーザースペックル、その後には5番マロガレと4番ディックコンチが続きます。3番レーザースペックルそのまま独走か、逃げ切れるか。3番レーザースペックルがゴールイン。続くは5番、1番、7番か。門別第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは4番グローリアスキング。並ぶように6番フークイーラン、1番リップをキットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番グローリアスキング。その後には1番リップをキットと7番パルミジャニーノが続きます。4番グローリアスキングそのまま独走か。逃げ切れるか。4番グローリアスキングがゴールイン。続くは1番、7番、2番か。門別第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。5番ゲットユーバックが早速先頭を取る。後を追うのは3番ミスフォルテ、6番グレンダビークか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ミスフォルテ、その後には5番ゲットユーバックと6番グレンダビークが続きます。3番ミスフォルテそのまま独走か、逃げ切れるか。3番ミスフォルテが1着見事。続くは5番、6番、2番か。門別第4レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは8番カオリちゃんが先頭に立ちます。並ぶように5番パレスゴールド、6番スマートセイバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番パレスゴールド、その後には8番カオリちゃんと6番スマートセイバーが続きます。6番スマートセイバーが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番スマートセイバーが1着見事。続くは7番、5番、4番か。門別第5レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。3番フランキンローズが早速先頭を取る。その後ろには11番ローズクローム、7番クリーンブラボーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フランキンローズ、その後には7番クリーンブラボーと9番マーヤボニータが続きます。9番マーヤボニータが先頭に立つか、追い抜くか。9番マーヤボニータがゴールイン。続くは10番、1番、7番か。
門別第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは6番マチェドニア。その後ろには7番西ケンキング、10番ピークカラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番メラビリオーザ。その後には8番サンデーダイヤと10番ピークカラーが続きます。2番メラビリオーザそのままにできれるか。独走か。2番メラビリオーザがゴールイン。続くは9番、1番、10番か。門別第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは7番大聖トリオンフが好スタートを切った。その後ろには8番ミスジャカルタ、3番カリビアンスマイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番大聖トリオンフ。その後には8番ミスジャカルタと3番カリビアンスマイルが続きます。4番ルナエルフが先頭に立つか、追い抜くか。4番ルナエルフが1着見事。続くは1番、7番、3。門別第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番稲妻ホリデーが早速先頭を取る。その後ろには6番インクルーデッド、4番ミスナンナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番稲妻ホリデー。その後には6番インクルーデッドと4番ミスナンナが続きます。6番インクルーデッドが先頭に立つか、先頭か。6番インクルーデッドがゴールイン。続くは3番、4番、7番か。門別第9レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは2番キラリメイラード。その後ろには8番スマイルケイ、4番シャイニングアスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番スマイルケイ。その後には2番キラリメイラードと4番シャイニングアスが続きます。8番スマイルケイそのまま独走か、独走か。8番スマイルケイがゴールイン。続くは9番、4番、10番か。門別第10レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは1番グッデイサイレンスが先頭に立ちます。その後ろには6番ダグフォース、7番コパのキャスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番グッデイサイレンス。その後には6番ダグフォースと7番コパのキャスターが続きます。3番パワーエンブレムが後ろから追ってくる。先頭か。3番パワーエンブレムがゴールイン。続くは1番、6番、7番か。門別第11レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは3番 DS エンスが先頭に立ちます。並ぶように5番ホーリーホック、6番スワンオーキッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番 DS エンス。その後には5番ホーリーホックと6番スワンオーキッドが続きます。4番メイクザウィンドが先頭に立つか、追い抜くか。4番メイクザウィンドがゴールイン。続くは3番、6番、5番。船橋第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。7番エンチャントが前に行きます。2番手は3番コングラツヤ、1番ジーニーボニータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番コングラツヤ、その後には7番エンチャントと1番ジーニーボニータが続きます。8番フェイバーラッシュが追い上げてくる、先頭か。8番フェイバーラッシュがゴールイン。続くは7番、2番、5番か。船橋第2レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。7番北サンセレナードが前に行きます。7番北サンセレナードの背後には1番セナちゃんの夢、2番ファストガーベラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番北サンセレナード。その後には2番ファストガーベラと1番セナちゃんの夢が続きます。6番マインドザヘルムが追い上げてくる、先頭か。6番マインドザヘルムがゴールイン。続くは7番、1番。船橋第3レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。5番ライスライスが早速先頭を取る。その後ろには2番バーリフレーバー、3番マインドユアベイブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番バーリフレーバー、その後には3番マインドユアベイブと5番ライスライスが続きます。7番フィフティズが後ろから追ってくる、先頭か。7番フィフティズが1着見事。続くは3番、2番、4番か。船橋第4レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは3番クリノファルコン。2番手は2番シンキングファーザ、8番パンディーロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番シンキングファーザ。その後には3番クリノファルコンと8番パンディーロが続きます。
8番パンディーロが追い上げてくる、先頭か。8番パンディーロが1着見事。続くは3番、6番、2番か。船橋第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。6番アルファエリザベスが前に行きます。その後ろには11番グレイトインに7番との干渉か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アルファエリザベス。その後には4番セントレガーロと2番バーニングインドが続きます。5番ウィッカースが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番ウィッカースがゴールイン。続くは4番、2番、7番か。船橋第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番ソーサレス。その後ろには7番スミダカチドキ、5番ミーナティエルナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ソーサレス。その後には7番スミダカチドキと5番ミーナティエルナが続きます。7番スミダカチドキが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番スミダカチドキが1着見事。続くは6番、5番、3番か。船橋第7レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは8番ホーオールビーナスが先頭に立ちます。その後ろには1番アンジュクレーン、6番エクメリの奇跡か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ホーオールビーナス。その後には1番アンジュクレールと6番エクメリの奇跡が続きます。8番ホーオールビーナスそのまま逃げ切れるか。独走か。8番ホーオールビーナスが1着見事。続くは2番、5番、7番。船橋第8レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは3番エアースタージョイが好スタートを切った。2番手は1番フルハートビート、4番メンドロントットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番フルハートビート、その後には3番エアースタージョイと4番メンドロントットが続きます。1番フルハートビートそのまま独走か、独走か。1番フルハートビートがゴールイン。続くは8番、4番、5番か。船橋第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは3番西の先バスが好スタートを切った。並ぶように4番順食ったら、1番ノンズブレスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番西の先バス。その後には4番順食ったらと6番ゲンパチルミナスが続きます。6番ゲンパチルミナスが追い上げてくる、追い抜くか。6番ゲンパチルミナスがゴールイン。続くは3番、7番、8番か。船橋第10レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。5番カワイイが前に行きます。その後ろには8番ライトニングブルー、7番デュアルティールズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番カワイイ。その後には8番ライトニングブルーと2番レイジングリバーが続きます。2番レイジングリバーが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番レイジングリバーがゴールイン。続くは8番、7番、6番か。船橋第11レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは4番レベル4が好スタートを切った。4番レベル4の背後には2番ポーチュラか、8番ロードグラディオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番レベル4。その後には8番ロードグラディオと2番ポーチュラカが続きます。8番ロードグラディオが先頭に立つか、先頭か。8番ロードグラディオが1着見事。続くは5番、1番、6番。船橋第12レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番エグモントが好スタートを切った。並ぶように7番サトノウェーブ、2番ダークモードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ダークモード。その後には7番サトノウェーブと8番西のシャイニングが続きます。2番ダークモードそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番ダークモードが1着見事。続くは8番、4番、7番か。大井第1レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは7番マーゴットリープ。その後ろには10番シルバーステラ、8番エドのテーラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番マーゴットリープ。その後には10番シルバーステラと9番北サンユニゾンが続きます。7番マーゴットリープそのまま逃げ切れるか、独走か。7番マーゴットリープが1着見事。続くは4番、1番、6番か。大井第2レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは1番裏勘。
並ぶように10番グラフィア、11番マジカルドラゴンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ウラカン、その後には10番グラフィアと11番マジカルドラゴンが続きます。2番ワールドフォンテンが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番ワールドフォンテンがゴールイン。続くは10番、6番、4番か。大井第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。9番ルビープリンセスが前に行きます。2番手は1番いいですかい、8番マルゴットバナナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ルビープリンセス、その後には1番いいですかいと6番ゴールデン王者が続きます。9番ルビープリンセスそのまま独走か、独走か。9番ルビープリンセスがゴールイン。続くは6番、10番、11番か。大井第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは1番ラジアンドラゴンが好スタートを切った。並ぶように4番ソーシアレイ、6番モンゲービーナスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ラジアンドラゴン、その後には6番モンゲービーナスと3番ジャストリアンが続きます。1番ラジアンドラゴンそのまま独走か、逃げ切れるか。1番ラジアンドラゴンがゴールイン。続くは7番、3番、6番か。大井第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。9番ベーリングキララが早速先頭を取る。その後ろには2番ラブラブバゴバゴ、10番ダグッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ベーリングキララ。その後には10番ダグッドと2番ラブラブバゴバゴが続きます。6番クルーミーズクライが追い上げてくる。先頭か。6番クルーミーズクライがゴールイン。続くは4番、12番、9番か。大井第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは11番ベントフレーバーが好スタートを切った。並ぶように10番ケイリーバンド、6番ビーストロングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ベントフレーバー。その後には10番ケイリーバンドと6番ビーストロングが続きます。4番ウィンザーバローズが後ろから追ってくる、先頭か。4番ウィンザーバローズがゴールイン。続くは3番、6番、5番。大井第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。11番サウンドルークスが前に行きます。並ぶように5番ディフイラリ、8番ナックブレッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ナックブレッド。その後には11番サウンドルークスと14番とケンレナンが続きます。14番とケンレナンが先頭に立つか、追い抜くか。14番とケンレナンが1着見事。続くは8番、7番、1番か。大井第8レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。9番カーラミーラが前に行きます。後を追うのは4番ユーユースターリ、3番レディビクトリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番北のデイジョブ。その後には3番レディビクトリアと4番ユーユースターリーが続きます。3番レディビクトリアが追い上げてくる、追い抜くか。3番レディビクトリアが1着見事。続くは12番、7番、11番か。大井第9レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは12番クリスプオブオ。その後ろには5番ディオレム、3番ピースフルタイムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番クリスプオブオ。その後には5番ディオレムと3番ピースフルタイムが続きます。1番ヒルクライムが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番ヒルクライムが1着見事。続くは7番、3番、12番か。大井第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。9番ティオボルドが早速先頭を取る。2番手は11番ガンバルちゃん、4番ドレスドトゥーキルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ティオボルド。その後には4番ドレスドトゥーキルと11番ガンバルちゃんが続きます。4番ドレスドトゥーキルが後ろから追ってくる、先頭か。4番ドレスドトゥーキルが1着見事。続くは3番、1番、5番か。大井第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは2番のアビグラス。後を追うのは4番ハセノエクスプレス、6番フジコちゃんか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番のアビグラス。その後には4番ハセノエクスプレスと8番イッツソーラットが続きます。8番イッツソーラットが先頭に立つか、先頭か。8番イッツソーラットが1着見事。続
続くは2番、6番、3番か。大井第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。7番オーマイグネスが前に行きます。2番手は3番のラケン、11番オブジェダートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番のラケン、その後には11番オブジェダートと12番マイネルサブマリンが続きます。9番ビクトゥーラが追い上げてくる、追い抜くか。9番ビクトゥーラがゴールイン。続くは3番、7番、12番か。名古屋第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは3番ダズルクイーンが好スタートを切った。2番手は7番キャラメルショコラ、2番コンジュラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ダズルクイーン。その後には7番キャラメルショコラと10番アタックボーイが続きます。8番リスターロッチが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番リスターロッチが1着見事。続くは11番、4番、7番か。名古屋第2レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは1番オータムルチェが先頭に立ちます。その後ろには12番グラスファイン、3番エニアックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番南洋レギュラー。その後には8番アキトラオムと7番アスターエルビュームが続きます。10番ブロッドキャスターが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番ブロッドキャスターが1着見事。続くは12番、11番、3番か。名古屋第3レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは4番ラブリーセナが先頭に立ちます。2番手は1番アイタロー、7番マヤメロディーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番アイタロー、その後には4番ラブリーセナと5番ノーシエスタが続きます。1番アイタローそのまま独走か、独走か。1番アイタローが1着見事。続くは4番、3番、7番か。名古屋第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。11番ベッキー岡妻が早速先頭を取る。2番手は9番スッピン、2番クリスプエアーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ベッキー岡妻、その後には2番クリスプエアーと3番プリンセスツッキーが続きます。5番スターロードが先頭に立つか、先頭か。5番スターロードが1着見事。続くは2番、1番、12番か。名古屋第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは8番のオサンブリアが好スタートを切った。その後ろには6番エムズシップ、1番大きでパフ夢か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番エムズシップ、その後には8番のオサンブリアと5番当選ウィンザーが続きます。7番サンデンガンバレが先頭に立つか、先頭か。7番サンデンガンバレが1着見事。続くは11番、2番。名古屋第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番南国ジャックス。2番南国ジャックスの背後には7番ビッグコック、6番エバーシンスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番南国ジャックス。その後には7番ビッグコックと6番エバーシンスが続きます。2番南国ジャックスそのまま逃げ切れるか、独走か。2番南国ジャックスが1着見事。続くは4番、3番、7番。名古屋第7レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは9番ウルスラが好スタートを切った。その後ろには10番デルマイサミヤシ、1番クリノトーンイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ウルスラ、その後には1番クリノトーンイと3番のブルガルフが続きます。1番クリノトーンイが後ろから追ってくる、先頭か。1番クリノトーンイが1着見事。続くは6番、10番、2番か。名古屋第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは6番名称パンゲアが好スタートを切った。2番手は1番ユーメイトマイデイ、7番アスターでカゴンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ユーメイトマイデイ、その後には7番アスターでカゴンと10番エッセンシャリティが続きます。12番シュタイナーが先頭に立つか、先頭か。12番シュタイナーが1着見事。続くは8番、11番、1番。名古屋第9レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。5番東方ビエントが早速先頭を取る。5番東方ビエントの背後には9番スマートアリオン、8番マトリーテソーロか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番東方ビエント、その後には1番リタリエーションと2番エストレリータが続きます。4番アナベルが追い上げてくる、追い抜くか。4番アナベルが1着見事。続くは10番、1番、3番か。名古屋第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは1番アンジュールが先頭に立ちます。1番アンジュールの背後には4番ジュディシャス、7番スターライトブルーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番アンジュール。その後には4番ジュディシャスと7番スターライトブルーが続きます。3番アオラキが追い上げてくる、追い抜くか。3番アオラキが1着見事。続くは8番、6番、5番か。名古屋第11レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは9番東方ジェンマ。後を追うのは8番降臨バニラ、2番エターナルプライドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番東方ジェンマ。その後には2番エターナルプライドと8番降臨バニラが続きます。8番降臨バニラが後ろから追ってくる、先頭か。8番降臨バニラがゴールイン。続くは2番、5番、1番か。名古屋第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。3番バトルレジェンダが早速先頭を取る。後を追うのは5番麦子、10番オセアジェネシスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番バトルレジェンダ。その後には2番ブリリアントギフトと12番アルベドが続きます。11番カラードレスが先頭に立つか、先頭か。11番カラードレスがゴールイン。続くは4番、6番、9番か。園田第1レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。7番フライウェイズミーが早速先頭を取る。7番フライウェイズミーの背後には10番ジューンスパーク、1番では光か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番フライウェイズミー。その後には1番では光と5番サンライズサラーが続きます。7番フライウェイズミー、そのまま独走か。逃げ切れるか。7番フライウェイズミーがゴールイン。続くは10番、5番。園田第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは4番ハワイアンパレスが好スタートを切った。並ぶように10番ディッププレザント、9番山勝マッハか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ハワイアンパレス。その後には8番山竹フリーダムと7番クレバーバードが続きます。4番ハワイアンパレスそのまま独走か。独走か。4番ハワイアンパレスがゴールイン。続くは1番、7番、8番か。園田第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは9番ムーンティアラが先頭に立ちます。その後ろには4番ウマピョイ、10番マーレインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ムーンティアラ。その後には4番ウマピョイと8番ワラタマの奇跡が続きます。4番ウマピョイが追い上げてくる、先頭か。4番ウマピョイが1着見事。続くは8番、6番、10番か。園田第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番スターリソング。並ぶように2番ウィリデシルバ、5番フェイトフルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ウィリデシルバ、その後には1番スターリソングと10番マイマイが続きます。10番マイマイが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番マイマイが1着見事。続くは2番、1番、8番か。園田第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。11番クリプティックコードが前に行きます。その後ろには4番エイシンセレナ、10番ゴッドホーネットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ゴッドホーネット。その後には11番クリプティックコードと4番エイシンセレナが続きます。10番ゴッドホーネットそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。10番ゴッドホーネットが1着見事。続くは7番、3番、1番か。園田第6レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。2番ミルトイグニスが前に行きます。後を追うのは10番ジョーパティオ、9番エクスプロラベストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番エランフェイブル。その後には2番ミルトイグニスと5番テイオースミスが続きます。4番エイシンレオが追い上げてくる、追い抜くか。4番エイシンレオがゴールイン。続くは11番、8番、10番か。園田第7レース、ゲート入り完了。
スタートを切りました。先頭を走るは6番ユナピンクゴールド。2番手は8番タマモワンカラット、7番ドゥグランカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ユナピンクゴールド。その後には8番タマモワンカラットと7番ドゥグランが続きます。6番ユナピンクゴールドそのまま独走か、逃げ切れるか。6番ユナピンクゴールドがゴールイン。続くは8番、3番、7番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。9番ミラビルーナが早速先頭を取る。その後ろには5番キーウィル、7番ドンカポノカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ドンカポノ、その後には6番ドンカルロと4番アナシが続きます。7番ドンカポノそのまま独走か、独走か。7番ドンカポノがゴールイン。続くは4番、2番、6番か。園田第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。3番ラッピングボックスが前に行きます。その後ろには10番ヤマニンフィリア、12番はキノルーチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番はキノルーチェ、その後には9番アニマルボスと10番ヤマニンフィリアが続きます。9番アニマルボスが後ろから追ってくる、先頭か。9番アニマルボスがゴールイン。続くは12番、10番、4番か。園田第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは7番ララテロワール。その後ろには2番ハッピーエロ、9番黒真珠か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番オボッチャマ、その後には7番ララテロワールと2番ハッピーエローが続きます。7番ララテロワールが追い上げてくる、先頭か。7番ララテロワールがゴールイン。続くは3番、8番、2番か。園田第11レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは9番ユヌダムールが好スタートを切った。並ぶように5番シリアスヒッター、2番ルールメイプルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シリアスヒッター。その後には9番ユヌダムールと2番ルールメイプルが続きます。5番シリアスヒッターそのまま独走か、逃げ切れるか。5番シリアスヒッターがゴールイン。続くは2番、9番、4番か。園田第12レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは5番スマイルクラークが先頭に立ちます。5番スマイルクラークの背後には3番モデルちゃん、4番ラピダニーニャカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番スマイルクラーク。その後には4番ラピダニーニャと1番ダイシンバースデイが続きます。1番ダイシンバースデイが追い上げてくる、先頭か。1番ダイシンバースデイがゴールイン。続くは4番、10番、10番、